大前寺は山梨県甲州市勝沼町にある仏教寺院。宗派は新言州地山派、三号は菓山、本尊は薬師如来である。正確な創建年代は不明だが、自伝によれば奈良時代に行基の階層とされている関東下寺城。本尊である薬師如来像の様式などから実際の創建は、 平安時代前期と考えられている。薬師堂は、天禄2年に、西江草四国による建立とする伝承がある。天文14年の大前寺書道建立炎上記によれば、在庁官人として、甲府盆地東部の東軍地域で勢力を持った古代、豪族である西江草市の氏寺とされる。大前寺東方の甲州市勝沼町柏しには、柏し山京塚が所在し、 平安時代の甲は5年の年期を有する教頭図が出土している。名文には、西江草市の一族である、佐江草守帝、守次の名が見られる。教頭図の名文によれば、甲は2年正月に、山城国渦国軍石川村出身の肝心像、弱炎が山梨軍牧山村の米沢寺において、千住観音法然において発願したという。 公は5年3月24日には完成した、経典が、米沢寺から大善寺にあたる柏山寺、王城院へ移され、同年4月3日に王城院院受、行犯により開講演説、十宿用の行事が行われると、柏山に埋納されたという。なお、経典が所写された米沢寺は、後の米沢寺、 雲宝寺の全身寺院と推定されており、山梨市牧岡町祖間口に所在する金桜、神社奥社遺跡に否定する説がある。寺伝では、養老二年、行基が海の国歌手予の氷川渓谷で修行した時に、夢の中に葡萄を持った薬師如来が現れ、満願を果たし、葡萄を持った薬師如来像を建立したことが、当時の起源であるとされている。 公衆葡萄の始まりは行基が法薬として、葡萄の栽培法を村人に教えたことであるとも言われている。本尊の薬師如来像の持ち物は長く失われていたが、元は葡萄を持っていたという伝承があり、現在は左手に一房の葡萄を乗せた姿に復元されている。こうした由来と、現在は寺内でワインを醸造して、参拝客に振る舞っていることから、葡萄寺とも呼ばれる。 鎌倉時代には、鎌倉幕府が、買い品野両国において、胸別銭を貸して、本堂が再建された。戦国時代の天文19年には、武田氏家臣で、軍内地方領主の小山田信有が西を連れて、参詣を行っている。天正10年3月、小田、徳川連合軍の武田両信公に際して、3月3日に、 海の国主の武田勝頼は本拠である新府城を捨て、小山田信主を頼って、鶴軍の岩戸の城に向かう。勝頼は、その途中で大禅寺に泊まり、戦勝を祈願している。その後、勝頼は、小山田領へ入る前に信主の離反に遭い、氷川を訴状。3月11日に、山梨軍連屋において、一族と共に自害した。 大禅寺にいた、リ喜ロコビニが、勝頼らの最後を、リ喜ロコビニ記に書き残している。カイ国史によれば、リ喜ロコビニは、武田一族の勝沼信友の娘で、天宮氏に課していたが、勝沼氏の初段により離縁されて、大禅寺で二になっていた。勝頼を、一晩大禅寺に止めると、リ喜ロコビニ記を記し、高野山陰道院に奉納したという。一方で、勝沼氏は、 武田一族の今井氏により継承され、利喜ロには今井重げ性質の母とする説がある。この説に立つと、武田氏滅亡の際には高齢であると推定されるため、利喜ロ二記期は、執筆者が利喜ロにに固くして記した資料とする説もある。幕末の母親戦争では、慶応4年3月6日、大禅寺の付近で、 板垣大助率いる早小隊が、近藤勇の率いる紅葉鎮部隊と戦い勝利を収めた。本堂平面図本堂は国宝に指定されている。屋根は寄せ棟作り、ひわだぶき。平面は桁雪、張りまとも五軒。組物は二手先とする。道の北東隅と北瀬ぐるの柱にそれぞれ、港湾九年の国名があり、この年に立柱されたことがわかる。 その後、道の完成までには、長い時間を要し、昭和4年に上等、特時2年頃に竣工している。道の紙面に縁を巡らす。平面構成は、手前の張間2件分が外人、その奥の張間2件分は、中央の桁行き3件が内人、その左右の各桁行き1件が脇人となり、最も奥の張間1件分を後人とするという、中世密教仏道に、 典型的な形式になる。外人内部は左右に各一本の独立柱が立つが中央部分は大綱領を渡して柱を省略している。外人、内人間は講子土で区切る。内人の寿司には文明17年の牧書がある。この寿司は国宝の不指定となっている。この道は様式的には和洋に 鎌倉時代に渡来した信用式である大仏様を加味した折中様建築の代表例であり、頭の木の木花や大高領上の組物の形態などに大仏様の要素が見られる。屋根は大ねの極めて短い寄せ胸作りとするが、これは江戸時代の明暦年間の改造によるものである。それ以前の形式が不明であるため、1955年の 修理時にも屋根形態の復元は行われなかった。前述のように、道の北東隅と北西宮の柱には、公安9年の国名があるが、これらの柱に対して放射性炭素年内測定を行った結果、北西の柱は1286年からあまり遠く、ない時期に製材されたことが判明した。一方で北東の柱は1286年よりも、 さらに200年ほど遡る時期の木材であることが判明し、旧建物の部材を転用した可能性がある。この本堂は山梨県下に現存する最古の建築であるとともに、根流時期が明らかな中世密教仏道の典型として、また大仏様の影響が見られる建築の東源に位置するものとして貴重である。大蛇をかたどった藤鶴を神木にかけた後に切る。 富士切祭りが5月上旬に行われており、国、県、市の無形民族文化財に指定されている。縁の行者の大蛇体寺伝説にちなむとされており、神仏分離前の修験道を含めた神仏集合時代の祭礼の姿を現在に伝えている。江戸時代後期の天保十二年には、浮世絵師の歌川広主義が、甲府道祖神祭礼幕絵制作のため海の国を訪れ、 甲府に滞在する。広重は、甲府を拠点に、甲府近郊や海の名所のスケッチを残しており、甲州日記の、旅中、心をほへには、数々のスケッチが見られる。心をほへ16町17町では、右ページに前ページから続く、高尾山大本望の境内が記され、左ページには、大前寺の前景がスケッチされている。 画中の文字のうち大禅寺の部分は、勝沼横吹、柏山、大禅寺、薬師堂なお、広重は、日記部分でも4月分で、大禅寺門前の鳥居にかかった額について言及し、馬一匹牛一頭の図を記している。1903年4月に出版された、同版画、日本寺社名館、海国行き部では、柏山大禅寺の経が描かれている。 大前寺では宿坊を経営しており、宿泊することも可能。寒冷末期に作られた江戸時代の日本三名園と言われる地線鑑賞式庭園を見ながら食事ができる。逃げるは恥だが役に立つテレビドラマ版でロケ地となったことから逃げ始もうでと呼ばれる観光客が増えたという。JR 中央本線の海山和駅や円山駅前を発着する公衆市,市民バスの 甲州市縦断線と、縁山駅や勝沼武道橋駅前を発着する、勝沼地域バスワインコース2が大前寺バス停を通る。ありがとうございます。